スーさん、大阪ありがとうございます。そうだから同じっぽいメール送ったんだけどさ、同じっぽいやつだったの。なんか最初が今日もあったらなかった、あー森森さん、あ森森さんだ、あ森森さん、森さん、あもちろん回復してよかった、じゃんけん大会行こう、けいちゃん本当。なんか最初のがね、いっちゃん最初のがこれだったの、ありちゃんと撮ったやつなんだけど、これちょっこれね、すごいあのハートとか入ってて、ほらちょっと来たらいけないやつだったんです、顔がだけど、そう2日目も同じような感じだったから申し訳ないなと思って来てくれてる人に作ったもの、同じ、ちょっと似てるでしょ、そうだから変えてもらったの。白バージョンにしました。このお祭りも AKB さんの AKB48 って書いてあるんですよ、うちは。そうで、そうそう白好きだから白着れて嬉しかった。でも3枚目が一番良かった、本当だよね、カホもそう思う写真が反転してる、そうだね。アウリームーカーさんだ、ありがとうございます。デザインズハートさんこんばんは。そうでね、今日あの山本さやかさんと志田あかりさんに写真を撮ってもらっちゃったんですよ。なんとこれまたもう本当に嬉しい限りです。写真の子かわいいの締めにしようかな。あーそれカホだよお疲れ様、まあ、ありがとう。もくんこんばんは。もうすごいよね。そうツイッターにもね載せてもらって、よかったらいいねしといて、拡散希望です。そうさやかさん超優しかったの、本当に。めっちゃ吉田かりさんもめっちゃ優しくて、カホシになろうかな、ココポン嬉しい、あのスリーショットはビビった、でしょ、めっちゃビビるよね自分で。楽しそう、あのたまたまご飯を食べたったら、そこにさやかさんとあかりんさんがいてですね、そこにたまたままたマネージャーが来てですね、っていうので、ゆらちゃんもいたんだけど、ゆらちゃんも撮ってもらってた。カホタルと会えるまであと少しだ、おやった、楽しみ、なんて話したってほど、聞けば握手会の時、赤ちゃんだ、今日来てくれてありがとう。もうねこの写真は神ですよね、本当に神写真。2日間楽しい時間ありがとう。あーこちらこそありがとうございます。そうめっちゃ嬉しい、食べたい、4年目のせやかさん高いにとって、そうよかった、姿綺麗でした、嬉しい、ありがとうございます。今日はちょっと大人っぽい風の髪型にしてもらったんですよ。あこうちゃんもありがとう、大人っぽい髪型で、ちょっとねラメもね見えないかな、見えないな、ちょっとラメもね散らばしてね、ラメラメだったの髪の毛が。気づいた人いる？むちゃだから手にねこうやって触るとラメがつきます。阿波踊りの練習一切してない、まだ教わってもないし、
多分ね、簡単だし、簡単っていうかあれ自由に踊るらしいんだよ。だからみんなも一緒にできると思う。一日でできるのかな、なんか簡単だから、なんか手軽に一緒に踊れるよみたいな感じだと思います。こんばんは、明日はランカイコンサート。お、ランカイコンサート明日も盛りだくさんですね。行事が遅くなっちゃったけど、今日次のシーン、あー、来たらありがとう、フラグちゃんありがとう。フリースタイルなんだ。そう、明日のコンサートは会場の外にいます。爆笑も、あ、ありがとう、青森からさん。今日の髪型、あ、カンタ君ありがとう。あ、ひろし君ありがとう。あ、マボ、阿波踊り簡単説。そう、なんか簡単っぽいよ。カオタルが可愛すぎてやりたい。あ、お母ちゃん、チキチキ、お母ちゃん。言ってもプロだから秒で覚え、秒で落ちたるん。明日も楽しんでねって。ありがとうございます。シード48、あ、そう、じゃんけん大会なんですけどね。今日、シードっていうか、抽選はカホが担当なんですよ。じゃんけん大会。シードはカホが担当で、今日、本戦の、トーナメント抽選カホが引くんだけど、今日引いて、なんとですね、なんと、48番。シードを引きました。イエーイ。これはまあすごい運命。あ、そう、抽選会でなんかトーナメントのその場所を決めるんだけど、シード引いて、しかも48番という、そう、最後、しかもなんかすごいよね。嬉しい。48番でね、2回とも引き強い。そう、1回目も良かったし、2回目も良かったので、もう全力出し切ったんで、あとはありちゃんに任せたいと思います。うし、ありがとう。やっとく。そう、あ、ともさんありがとう。引けるように仕事中にパワー、みんなのパワーのおかげですよ、本当に。すごい、48番を聞くとはね、思いませんでした。カホも今日のこと似合いだった、ありがとう。そう、もうさやかさんからも多分運気をもらった。やってるかしょ、もちろんね、もう嬉しいですね。今日もきまき、そう、衣装を考えなくちゃ、ある程度考えてるんだけど、あ、もうあとアリちゃんに、みんなでパワーをね、こうアリちゃんに送りましょう。右腕、もうこれで、ね、やっと、なんていうの、アリちゃんのファンの方にもね、ちょっと満足してもらえたかな、少しは。もうカホの仕事は終わり。あともう祈るだけです。祈るだけです。仕事終わり。いて、レオンくん、あ、今日はありがとう。あ、マサルさんありがとう。一回はじゃんけん勝って、無理もやらない。じゃんけんはもうアリちゃんのためにとっておくのです。投げちゃってるんじゃない、これも戦略。言葉が悪いよ。戦略ですね、これも。やば、ベビーカー。じゃんけん本戦。役割早いな。役割終了。そう、もうシード引いた。48番も引いた。そう、強い方がし、てか、わかんない。もうでも、運は多分ね、使い果たしたと思うので、これからは、こう、アリちゃんに、やってもらいまーす。これも戦略ですよ。そうだよ。じゃんけん大会の日、そうだったの？なぜエカハタルのじゃんけんしてる、なぜエカハタルのじゃんけんしてるところを見たいです。無理。
本当親子見て、そうそう、全力使い果たしちゃったからもうダメあとはカハタルがベビーカーになる。カホは親です。優勝したカハタルの歌声の世界、新潟のカハタルさんをよろしくです。新潟のカホさん、私は瀬戸内なんですよ戦力という名の責任転いや捉え方によっても違いますよね。カホちゃんの浴衣姿見たかった。あー残念だ。でもあのもがめ送りました。よかったもがめ見てね。アリちゃん5回勝つだけと、あチャールズだ、おおめちゃくちゃ可愛いので、ヤッホー。アリちゃんは5回勝つだけと言っても、そうだよたった5回勝つだけ、ラッチョー STU ん、ちょっと待ってよ、うん、インクレディブルのコスチューム着たらなんでやねん任せただけだよね、任せただけってか、まあ、だから戦略だって。これを戦略と言わずに何て言うの、レッスンでも着れるものにこだわってるんでしょ。そうだね、5回も買ったんかい。レッスンでも着れるのにこだわる、なんかかっこいい感じで、かわいい、なおかつかわいい感じで、なおかつ普段着でも着れる感じのがいいよなと思ってて。カートル最高に好きよ。あ、ベイ君だ、ありがとう。え、キサ、何、漢字が読めません一任せじゃないっつあれ、じゃあカホがさ、じゃんけんやってさ負けたらどうすんのね、あなたたちのせいですよカホはあなたたちのせいにしますよ。48番も引いてシード引いたのに、みんながカホにあなたたちのせいにしますよ。そんなのカホが負けたら人任せとか言うんだったら、これも戦略だから分かった。おだまりお祭りだし楽しんで、楽しみます。カホタルカマチョカマチョ、お母さん許して、その時はその時だから自信ないなんじゃ、だからもう運使い果たしたのカホの仕事は終わった。アリちゃんにもショールームで普段着られるやつを同じやつって頼んだ。そう普段着たいよね、どうも前でしょ、やだ、よしみんなでねって、やだその時は責任取ってママとに教えてしまう、なんでやその時はみんなのせいにする、俺が責任取ってちゃう大阪の握手も来ないと言われたので申し込みます。あ、やった、来なさいと言われたの、やった、もう運使ったもん、絶対運使ったもん。カートルの握手楽しい、楽しい、楽しいよね、ベイ君今日じゃんけんは若い子に任せよ。そうよ。あとアリちゃんにシードはカホが引くという、もともとそういうね、ラトカありがとうって思っちゃう、もともとそういう作戦だったので、この作戦は揺らぎませんよじゃあ決勝戦はカホがじゃんけんだから、じゃんけんはアリちゃんに全部やってもらうけど、カホはあの結構あのデザインとか考えたり、デザインを守に考えてるので、まあ、アリちゃんと2人では考えてるんですけど、まあ、先頭切って考えてるから、デザインはそう、そこで頑張るからね、許して、そう、もともと、もともと、そう、もともとそう、役割分担っていうのが大切だよ。カータル2回もシード、そう、2回もシード引いてさらに48出たから、もうね、あとはアリちゃんに任せます。なのでカホはタオルと T シャツのスーパーかわいいのを作るのに専念したいと思います。じゃんけんの衣装カホタルが考えるのか、まあ主にね、パリピが隠しきれないです。アリちゃんさ、本当に勘弁して、何パリピってアリちゃんに後でお説教しときます。何でもかんでも言うんじゃありませんってパリピが来るのに、はい、アリちゃんに何でもかんでも言うんじゃないって、後では説教、これはママからのお説教ですね。かおちゃん、スーパーかわいいのお願いします、使うからかわいいので、かわいいパリスタリちゃんお説教
何でもかんでも言っていいことと悪いことがあるんだよって言っときますね。パリピーションじゃない、ほらまたパリピーションとか言って変わったら意外と20歳、え、そうそうそう21だよ。パリプ風にって言ってた、ね、はい、激おこじゃんけんに勝つアイテム出して、ね、こんばんは。あ、お席あるんだね、やっぱ。変わったら子も今日もめっちゃありがとう、アリちゃんと後に投げさせてなんでカホが悪い子みたいになってんのバドミントンやろって。バドミントン、そう、知ってたよ。カホタルスキピありがとう。じゃあまた来ます、おやすみ、おやすみともこありがとう。ペンライトの色してあるの、カホは。でもカホのペン、でも推し席って言っても多分さ、親子推し席だよね。ユニット名の推し席ですよね。ド派手に参上してくださいね、ワイヤーで飛んでくるとかやばちょっとアリちゃん何言ったんだろう、本当に。アリノスケ、言い方は優しくせっけん何色が好き？カホは緑と何だったっけ、青だけど、ペンライトは。あ、みんなって今日はありがとう、お勉強頑張ってね。今日って痩せよかったね。そう、じゃんけん大会どこでやるんだろう。じゃんけん大会ね、もう決まってるらしいよ、発表したらしいですね。ランカイコンサート外れたけど生写真購入するね。カータル出るかな。おー、ありがとうございます。220分の1出るといいな。その頃ほどなことは言ってなかったよってみんなは甘いな。アリちゃんは赤と紫、そうなんだね。今日もべっぴんさんですね、ありがとう。ランカイコンサートは多分いるわ。本当？すごい当たったんだ。お、おかちゃんありがとう。あ、ご中華あったりっかりさんありがとう。今日も可愛かった。ひなさんありがとうございます。かたりこんばんは。あ、すみこんばんは。今日まとめてたんですよ、結構。結構ね、見た目こんな感じでなく結構しっかりきっちりまとめてて、今日あのなんか極道の女っぽかったんだよね。極道の女を演出してました。てるるー、こう刀がこう桜が舞い散るような。撮るとこうなります。これからすごく明日は遠い席だけど、お、ありがとうございます、こんばんは。こ、ごく詰まったるかごく詰まったる。今劇場のカータの役試験少し、あー、マンボーありがとう、嬉しい。なるほど、だから今日は、なになになに、そうそうそう、今日で来るの。おお、すごい、不審目がすごい、ありがとう、555回、すごい。母ちゃんゴージャスの感じが似合うよ。そう、なんか極度じゃるるー、わ、わが好き、ガホはわが好き。チャリティーコンサート大阪土曜日夜当たって、おお、すごい、あかりんさんと、そう、兄ちゃん、そうなんですよ、撮っていただきました、イエーイ、こんばんは。隠しきれない極道感、うん、なんでそりゃ極道舐めたらあかんでって言って、やだ和菓子は好きじゃないな。ではまたに落ちます。デザインスパートさんありがとう今めっちゃ色っぽい角度あったな、ほんと角度によってね。今日は早く寝ないと、今日はそんなやらないです、ごめん。そう、今何分経ってる、あ、カテンタル、チャリティーコンサート9月8日昼夜、おー、
楽しみに待ってます。ごめんメール返信しなかったって。かっちゃんありがとう。じゃんけん大会本戦、あ、ありがとうございます。じゃあ24分か。人気出てきたね。人気出てないよ。明日ランクアイコンサート頑張って頑張ります。じゃあ30分、うん、もう終わろっかな。チャリティーコンサート一つだけ当たったけどまだ行きたいねからロチキね。おお、カートルのパフォーマンス初めて見れます。いついついつ。カートルに風が出てるけど、もうすぐ30分と。今優勝の確率 3.1 って高いのか。高いね。カートルの、おーリーチありがとう。ザンビ怖いの。昨日は七並び大戦、お、ありがとうございます。人気急上昇中じゃん。に怖っカフはもっともっと上に上がらないと。頑張るぜ。全然まだまだです。こんばんは、ハイト君。でもうすぐ終わっちゃいよ。母ちゃんこんばんは。前の芸能事務所辞めてステイのオーディション受けた頃、うん、優勝したら、お、ニシありがとう。センチメンタルトレインの劇場版買って握手に。うん、読めない。うちこんばんは。雨上げるからあと30分。雨だけじゃいいよひなちゃん初見ありがとうございます。予習したらどんな歌になるのかな。それな、吉和から吉太郎2回目。おー、吉太郎よろしくね。9月23日の握手券は12日コンサート2回目コートル閉館してどうしようかな今日3回に来ました。お、うちありがとう。楽しかったね。りゅんくんハートありがとうございます。今日の浴衣可愛かったの。お、ありがとうございます。イエーイ。帯綺麗だったでしょ。やっぱ当分見てへん、やば、当分見てへんかった。こんばんは。宮古日やった高松祭り、そう宮古日やった高松祭り。明日のコンサートメンバー多いからアピール頑張って。そうなんだよね、めっちゃメンバーいるからね。頑張ります。100位から120位かが呼ばれるみたいですね。ゆいゆいさんこんばんは。じゃんけん大会の翌日、そうそう、じゃんけん大会の翌日がね、そうそう、じゃんけん大会本戦、そうそうそう、じゃんけん大会の翌日がなんとですね、9月24日センチメンタルトレイン53枚目の握手会の初日なんですよ。なので皆さんよかったらぜひ会いに来てください。お願いします。オーシャンズ8見て女の、あ、読めない。ココにあだ名つ、ココタル、ココボンタル。ランク外コンサート外れちゃった。だね。栃木から応援してるよ。タルタルありがとう。すずちゃん初見よろしくお願いします。そう、9月24日おすすめ日なんですよ。なんでぜひ会いに来てください。あとおすすめ日がいつだっけな。あ、10月7日大阪。この日は1日だけ関東、関西ですね。10月7日関西の日もおすすめ日です。そして12月23日がクリスマスのイベントとなっております。クリスマスサンタさんコスプレしようかな。イベント盛りだくさんですね。よかったら会いに来てください。そう、唯一の関西なんだよ10月7日が。セプルさんありがとう。今朝こんばんは。祝日はいけない今自宅に帰省中で、もう気をつけてね。今日の配信なんとふわふわ感嫌いじゃないです。またご縁がありましたら。秋味さんありがとう。10月7日行くありがとう。なのでよ
わざと行きたかったの。うん、残念。東京はどうし疲れちゃうから行けないよ。どうよね。ねえ、なんか、もっとね、瀬戸内内で待ったらいいのにね。8月26日の握手会行こうって、あ、ありがとうございます。浴衣でかほたるの色、朝が過ぎて熟睡犬。サンタコスみたい、年末握手会かな。そう。12月のね、いつだっけな。23。ねえ、ありがとうとね、たる。今日ポチポチ。あ、なつみかんさん、ありがとう。明日休み取ってたのにコンサート外れると、あー、それはつらみ。9月24日ホテル10名行く。お、ベニ、ベイタル、ありがとう。あ、間違えされた。ベイタル。東京は無理だから、10月7日大阪、あ、やったーっていっぱい話そう。10月23日だね、そう。とりあえず関東は全部の日程申し込みました。さあ、早いか、行けるか不安でーすって。そうだね、なんかちょっと早い日もあったよね。でもね、あと他にね、3、4部もね、11月かな、11月が3、4部で東京なんですけど、3、4部はわりかしね、何いい時間帯なので、来やすいかななんて思ってるんですが、とりあえず行ける限り変わったら、あ、嬉しい。9月も申し込みでありがとう。磯田さん、こんばんは。うんうん、大阪へ。そう、あ、大阪早いんだ。そうなんですよねって感じ。12月23日行ったらクリスマスプレゼントもらえますか。クリスマスプレゼントはでへツーショット当たったらいいなね。あ、時差あるかもしれない、この携帯。こんばんは、もんたくん。この前行けなかった分行きます。お、嬉しい。サンタコースプレー、サンタコースプレー。考えてない顔たるもさ、ツーショット彼女感出してほしい。どうしよっかな。自分も大阪。あ、カホルさん、ありがとう。みんなに彼女ってやつ作るから、ツーショットで彼女感出してほしい。任せて。ツーショット難しい。なんか今日ワンショットっていうの初めてやったんだけどさ、なんかワンショットってなんかさ、不思議だよね。ツーショットがいいかほ。カートルは真面目に書くから見てない。やったーやったー。彼女とデートなのに使える写真よろしくねって。そうだね。分かったよ。生写真サイン大切にするからねって。大切にしてね。そう、見たいんですけど、むっちゃ、なんだったっけ、真面目に書くえ。見たいんだけどね、見てないんだよ。ワンショットのポーズのレパートリー、そう。フリーポーズにまだ慣れてないか、わたる。え、だってさ、だって、なんかさ、何、浴衣って限られてくるくない？そんなことない？もっとある？わかった、勉強するね。すいません。ツーショットうまく撮れないから嫌い。簡単だよ。はい、カフタルありがとうって。撮らないの？なんかワンショットってなんか、ね、ツーショットがいい。ワンショットって普通に写真とかもらん。いや、ワンショットはカホだけみたいな感じ。あ、まあ動画の写真版。すいません、今日すでにそのこの子彼女ですを嘘してない。嘘だ、本当に。なんて言ってた。ワンショット動画で恥ずかしい思い出をして、やだ。最新のスマホ買わないってツーショットいいの。ツーショットだと自分加工しないとだからな。で、ヤッホーで、ヤッホー、こんばんは。変わったら途中、ツーショット講座する？ツーショット講座。たらたらたら。まずですね、携帯がこうあったら、小指をこうして、
これでかいから。こう。こう。小指を。イン。アンド。指紋がいっぱいついてるけど気にしないで。これだとね、うまく取れるんだよ。ピコピコ。小指に置くと、小指に置く。これだとね、ほら見て、こういう状態、こういう状態です。やってみて。だからね、日本人のね、なんか小指、携帯、スマホ持つ人ってね、ここがね。小指ってこうまっすぐじゃん。下方は曲がってないな。こうやってここに携帯置くからこう曲がってるんだって、小指が。指が短くてとそんなことないよ。緊張してねが言われても笑わない、かわいいってなる。係員の人が取ってくる趣味が、あーあれね、あるよね。ん？読めなかった。カータルに携帯渡して取ってもらいたいね。固定もできるし安定。そうそうそう、なるほど。確かに。おみんなはレベルが上がった。タラタラタラ。カータル途中してたと緊張して無理、あの距離感が難しい。そうできるでしょ。取ってる時よし。次からじゃあできるね。通常といつもどうやって撮るのって聞くとメンバーが全部やってくれます。一緒に TikTok やりたい。あ、やりたい。了解、スタッフに撮ってもらおう。おい。通常とレカータルにジャンプのニュースに通常とお聞きします。昔メンバーの人に携帯支えてもらったことあるし、メンバーが撮ってくれたこと。なんか今それさ、顔なんかメンバーがこうやって支えるのもなんか今は怒られるみたいだね。で、なんかカホがこうやって取ろうとすると、取ってあげようとすると怒られちゃいますね。自分で取ってくださいって。今はそうなの、怒られるんですよ、いろいろ。チョッパさんの今日の昼飯は何？晩飯ですってことや。怒られないよ。メンバーが触ると基本的にスタッフさんから、これそうそうそうなんだよ。できなかった、不器用すぎる。練習して。あ、オプションで100円増しでもいいからさ、撮ってもらいたいって。メンバーに撮ってもらう。そう、スタッフによるんだよ。まあそう、スタッフさんにもよるけど基本言われる。今日からお母さんと練習するね。かわいい。自分不器用ですからって周り見てたら結構支えてるメンバーいたよ。それ知ってるんだけど、ダメなものはダメじゃん。できるだけカホも支えたいけどダメですって言われるんだもん。緊張すると手を振る震えちゃうから。あ、ルイさん。14歳で目視言っていいのかな。いいに決まってるじゃない。カートルって言う。カートル真面目。真面目っていうか、ほんまに来られちゃうから守らなきゃね。カホちゃんお疲れ様、お疲れ様です。男なのに自然と、あ、ちょっとわかんない。ツーショット撮るのが難しい。今日上手だったよ。なんかテレビ電話してる感じ楽しい。もう自撮り棒、あ、自撮り棒か。でも棒棒棒だからダメなんじゃない。こんばんたる。握手でガタガタ震えてたらごめんなさい。でもカホも何も言われなかったらまあね、こそっとこう助けてあげるれるけど、
だから本当にスタッフさんによるよねって感じ。オムラジンやってるスタッフにそのうち諦めない。そうパリピだけど真面目な顔だる。ミヨンの時撮ってもらったよ。あのねミヨンさんとカホは違うんです。お分かりですか立場が。うん、ヤッホー大阪のライブ当選したよって。あ、おめでとうおめでとうおめでとう、イエイイエイ。あ、アラリンだ。昨日使ってた間を自動に俺もパリピになってこわ、イエイ、いいね。カホちゃん、ただいま。あ、おかえり。ルームを渡る。気がした方に方程式をよろしくやるから、わかんない。もうそれはその時にならないとわかりません。まず日焼けサロンに行くわって。なんで焼きたいの。細マッチとゴリマッチどっちが好き。どっちも好きだよ。そういえば握手した時って痩せかいてたのに、ツーショットの時せ何助けてください。カホテル真面目発言でファン1万人増えた。スタッフが切り始めると空気やんなって。まあその時しないですね。本当はって何。眠気と格闘な。お、ちょっとカホもそろそろあれだ、終わらなきゃな。うん、ラッシーありがとう。みんなうちわ持ってきてね。うちわ使って。めっちゃ髪の毛がさかゆい。通称って HKT メンバーしか当たったことない。あ、そうなんだ。うん、あら終わりかしら。そうね、神さんありがとう。カホテル握手の帰りなんだけど眠すぎてね。お疲れ様ありがとう。マコキーさんこんばんは。カホちゃんと戻しちゃう。カホもそうか、順番待ちしてる時にスタッフと仲良くなっていればいいのか。まあそういう感じですね。ポンタくん今日ありがとうね。そう、あと今日ね募金、あ、親子のおしりつや作り、え、嬉しい、超嬉しい、最高好き。明日うちわを持っていくので。あ、うちわありがとう。カホタラ握手会行ったことない、機会があれば。お、翔也くんかな、よろしくお願いします。カズリンありがとう。そう、今日ね、スペシャルステージが終わったすぐに、すぐでもないけどその後に募金活動やらせていただきました。たくさんの、ね、方が募金活動に協力してくださって本当にありがとうございます。ワンショットもツーショットもカホテルにしか応募しません。ありがとう。間に合った、今来て。お、ちっちさんありがとう。そろそろ終わろうとしてたなんて言えない。そう、募金、ドラえもん募金ね、ドラえもん募金って。こんばんは。募金活動のカホテルに会えなくてショックでした。そう、まああれは急だからね。カホテルの募金頑張ります。ありがとう。今日はカホテルとみゆみの2人で募金。そう、みゆみとね仕事中で来て。あ、さかっちゃんありがとう。一昨日昨日募金活動できなかったもんね。そうだね。うん、なんかみゆみゆ昨日6回やったとか言ってたね。6回って感じ、びっくりした。6回やったらしいよ昨日。熱っ。母ちゃんの募金楽しかった、ありがとうございます。そうやって言ってくれて嬉しい。募金の あれいいアイデアだね。ありがとう、当たった。すごい、センチメンタルでガハタルの撮ってみる。嬉しい。じゃあまあこの辺で宣伝も兼ねて終わりたいと思います。9月24日センチメンタルトレインの握手会おすすめ日です。じゃんけん大会の次の日です。ぜひ会いに来てください。10月7日唯一の関西の、関西の日ですね。関西が10月7日唯一関西なの10月7日にあります。そちらもおすすめ日です。そして12月23日、これはクリスマスイベントですね。クリスマスコスプレしたいと思いますので、皆さんぜひ会いに来てね。いっぱいお話ししましょう。初見の方も大歓迎。
なんかちょっとでも興味持ってくださったらよかったら、このカホに会いに来てください。まなかちゃんありがとう。そうだね、瀬戸内の方はやっぱ関西が近いから関西の方が来やすいのかな。あ、長谷川さんありがとう。ガリガリ君当たった、さっき読んだそれ。抽選に当選したいなって。抽選カータリ23、カータリさんでね、次8月22日、ゴッソリングね。あ、ちゃちゃありがとう、待ってるね。新潟来てーって。新潟行きたいです。なんだかんだ言って、いつも会いに行ってしまうんだよな。なんだかんだいつもありがとうございます。なんだかんだいつもありがとう。東北は関東が高いです。毎日カータリになりたいって。ずっとうちでも、チームカータリ栃木。現地に作りたいわーって、大阪のチャリティーコンサート行くからありがとう大吉。そういうことで今日はもう終わりますね。早く寝なきゃ。13位ヨカちゃん、12位ミナちゃん、11位トニトリチョッパー、10位シュータルナキトラさん、9位レオンさん、8位ツネタル、7位ティティさん、6位マサさん、5位がケンちゃん、4位中樽、3位が、あ、デミタルだ、2位ラウト君、1位ストドック。まあ、この中身は誰かわかりますね。はい、ありがとうございます。3日間握手会ありがとうございました。東京のみんなありがとう。幕張ありがとう。マクハリありがとうございました。イエーイ。じゃあみんなの、待って、編集で、はい、みんなのパワー、みんなの勝ちパワーをください。ありちゃんに渡しとくので、これもカホの務めだと思って、みんなのパワーをちょっとここにねください。いただきました、いただきました、パワーありがとう。じゃあありちゃんに渡しとくね、カホが責任持って代表で、ありがとうありがとう。 Yes。 はい、じゃあ最後に質並べして終わりましょう。みんな急いで準備して忙しい、みんながパワーあげたり質並べ準備したり忙しいですね。じゃあ今から質並べ終わりたいと思います。パワーあげちゃいました、ありがとうございました。並べ立ち上げて、じゃあ室並べするよ。最後に1回入りますね。今日はあんまりやってない。僕らのユリイカ、今日ユリイカ歌ったんだ。ユリイカの歌ってどんなんだったっけな。今日めちゃめちゃ好きになったよ、僕らのユリカ歌って。僕らのユリカだ、言えた。あ、オッケーオッケー、はい。
初めての感情。いくよ、5 4 3 2 1 GO。 あ、来ました来ました。え、一人だけ、残念、一人だけ。イエーイ、じゃあ楽しもう、一緒に対戦よろしくお願いします。じゃねー、ありがとう。じゃあ終わります、おやすみ、ありがとう。明日ランク外コンサートあるので、来てくださる方はよろしくお願いします。一緒に盛り上がりましょう。バイバーイ。3、2